中川伊三郎生没年不詳は、昭和の大阪十三に一家を構えたヤクザの親分。三代目山口組の組長である、田岡和夫の射程で中川組組長。古くからうるさい土地柄で知られる十三で、昔ながらのバクトタイプの親分として知られた。筋は通すが、面倒見の良い人物。長く中川組は一本と思われていたが田岡、組長との縁は長く。 周囲に人がいない時は三代目は兄弟と呼んでいたとされる。当時はヤクザも筋目を大事にする風習があり、山口組の大阪進出により、愚連隊の柳川組や振興団体の藤会が、酒好きをもらう際も、中川親分が取り持つ形となっている。前室の西原は、大阪で暴れていた時代に、中川組長に目をかけられていたが、 彼の目から見てもヤクザの親分という以前に、大阪の深い闇の部分とコミットしていた様子であるが、詳細は、不明、ひだの女、二郎長とも親交があったという。ちなみに、ヤクザ映画の撮影、ローケーションで13が多かったのは、交通の激しい中心部から離れてやりやすかったのと、中川親分がいたため面倒がなかったという説がある。名誉会事件の当事者、 田岡和夫の死後、山口組は、竹中正久率いる四代目山口組と、山本博士率いる一和会とに分裂したが、山老会の中川は、山口組最高顧問となった。ありがとうございます。